はい、こんにちは。今回なんですけれども、ハロウィンイベント第2弾のハロウィンキノコに関する検証をたくさんやってきて、いろいろ分かったことがありますので、そちらをねまとめたものをね動画として出させていただきます。まあ、基本ルールとしましては、ハロウィンのキノコを叩くにはハロウィンピクミン、お化けかぼちゃピクミンを使いましょう。これが基本ルールです。まずハロウィンキノコについて今分かっていることということで、キノコのお題が登場してまして、このキノコのお題をクリアすると、赤、青、黄色、ピクミンのお化けかぼちゃのみ出てきます。紫とか岩とかは出てこないです。で、前のお花のお題を全て終えてなくてもこちらのお題が出てきます。お題さんはキノコ1個怖そうでしたよと。あ、本当ですか、ありがとうございます、教えていただいて。今判明しているお題がキノコ1個壊す、キノコ2個壊す、3が3でキノコ1個壊すで、みんな3で止まるみたいな感じか。なるほどね。あ、ハロウィンキノコは1種類のみで、大きなキノコのみとなっております。まあ、これはもう皆さん見ていただいた通りかなと思いますけども、で、羽ピクミンと白ピクミンはね、ちょっと戦力がまさかの控えめでした。で、僕これね、ちょっとね、って思ってるんですけど、これ僕の持ってるハロウィンのピクミンで、これもう見ていただいたら分かると思うんですけど、岩ピクミンと紫ピクミンが異常に強いんですよ。で、白ピクミンと羽ピクミンがちょっとね、岩ピクミンとかと比べるとだいぶその戦力が落ちる、まあ、お仕事力が落ちるんですよね。これがね、ちょっと僕的にあんま良くないなって思ってて、白とね、そのピンクに偏った人めっちゃかわいそうだなみたいな、それありますよね。この一番上の、紫ピクミン、これ注目してください。これお仕事力1274あるじゃないですか。で、これなんでこんなに、その左のね、じゃ右隣のつぼみのねピクミンと比較するとこんな違うのかっていうと、花を咲かせてるからなんですよ。花咲かせるだけでお仕事力が70上がるんですよね。これやばくないですか。70上がるって、こんなにね差が出るもんなんだってちょっと思いましたよね。で、下の方をちょっと見ていくと、ほら、岩ピクミン、これ972ってなってるじゃないですか。これ育成をしていない岩ピクミンなんですよ。育成がまだ追いついていない岩ピクミンのお仕事力は972ということで、で、仲良し度が4になっている岩ピクミンを見ると1201だから、お仕事力、まあ仲良し度がその0と4で200以上の差がありましたねいやー、申し訳ないけど、正直ここまでね、ここまで差が出るもんだと思わなかったっすねちょっとびっくりしたんですよね。で、これ皆さんコメントでいただいてる通りなんですけれども、レアな花咲かせるとさらに強くなります。だから僕が今からやることはピクミンにね、レアな花を咲かせていこうかなと思いますよ。じゃじゃーん、44239ですよ皆さん。これやばくない。ちょっと早速このパーフェクトピクミンたちで、まあ、ただね、ちょっとパーフェクトって言ってもまだ若干アラがあって、仲良し度マックスにできてないピクミンが何匹かいるから、まあ、そういうピクミンをさらにね、仲良し度マックスにしたら、まあこれよりもさらに強くなるとは思います。総仕事力44000はえぐいわ。そしたらちょっと早速キノコ叩いていきますか。あ、ありがてえ、ありがてえ。このちょっとね、初期アバターの方が入ってきてくださったんでね、いや、この方がねめちゃくちゃ強いことを祈ってね、ハロウィンキノコについて今分かっていることということでまとめているんですけれども、このハロウィンキノコからも金の苗が取れるって書いたんですけど、なんかね、取れないらしいです。金の苗が取れるのはこっちのお題の方ですね。こっちのお題1ってやつ、このハロウィンイベント第2弾の方だけで金の苗が取れるんですけれども、このキノコをね壊したところで出てくるお題っていうのがただのキノコなんですよ。ただのキノコじゃん、ただの苗なんですよ。ハロウィンキノコから金の苗取れません。ハロウィンキノコからは普通の苗しか出ません。星4で大きな苗がおそらく出る。星3だけだったらフルーツだけだと思います。星3でフルーツ、あれなんじゃないかな、普通の大きなキノコと全く同じ基準な気がするわ。普通の大きなキノコの星3を取ると、星3でね大きなフルーツのみなんですよ。で、星4でもらえるものが大きなフルーツ2つプラス通常の大きな苗と、あとスペシャルエキスなんですよ。さあ、どうかな、どうかな、お、さあどうなる、報酬どうなる、
1、2、3。おー、やったやったやった、星4だ、来たで、報酬でこれ皆さんの情報を総合した感じだと、この報酬から金の苗出てこないです。星4でただの大苗しか出てこないです。ちょっと見ていきましょう。タップ、フルーツ2個と、はい、フルーツがまず2個出て、スペシャルエキス出て、大きな苗が出ましたね。でこれ早速受け取っていきましょう。はい、これがあの星4の報酬なんですよ。でこの報酬って、あの普段のピクミンブルームの大きなキノコで星4を取った報酬と全く同じです。普段のピクミンブルームの大きなキノコで星4を取ると、でっかいフルーツが2個プラス、あと大きな苗プラス、ちょっとこれ見えないですけど、スペシャルエキスもここに、ほらここにちょっとあります。見えづらいですけどね。でこれがキノコを壊した時のあの報酬です。わかります？大きな苗っていうのは、まあもらえるものは、キノコを壊した時にもらえるものは大きな、ただの大きな苗、スペシャルなその金の苗とかはもらえないです。でこれで、あのここからですね、これ僕がこの左下の戻るボタンを押したら金の苗がもらえます。押しますよ。はい、これが金の苗もらえました。でこれでもらえる金の苗っていうのは、あのキノコから出てきた金の苗ではないです。イベントをクリアしたことによる金の苗です。上のね、ハロウィンイベント第2弾のお題あるじゃないですか。これを全て終えてしまったら、もうそれ以降キノコを叩いて仮にいい成績を出したとしても金の苗はもらえないです。そこだけ注意ですね。はい、で、あ、これさっき先ほど教えていただいた通り、ハロウィンキノコにココアソアに変わりましたね。でこれ入っていくか。ちょっとソロでの検証やりたいな。ソロでの検証なやりたいけど難しいかな。30分以上かかったけど星3つでしたということで、28匹ソロで星3。え、25分かかるの？え、そんなかかる？5万超えないときついかな。4万4千で、ちょっとソロでやりたいなこれね。ソロでね、乾燥してソロで星4が取れるってなったら結構情報としてありがたいですよね。うん、そしたらじゃあちょっとこちら引っこ抜いていきますか。どっこいしょ。まあ最初だから何出ても嬉しいね。黄色ピクミン出ました、イエーイ。ということで浦安市の黄色ピクミンを引っこ抜いたよ。おい激しいわいいね。やっぱね、あのカード系のねデコよりもね、こういうちゃんとしたって言い方ちょっと違うけど、こういうなんだろう、デザインが凝ったデコの方が嬉しいわ。やっぱソロで削り切って13分56秒でクリアで、クリアランクは星3でした。あー、まだね練度が足りないってことか。マジか。皆さん、僕の今の最強の手持ちだったら星3がソロだと限界でした。ただね、この今のイベント期間中に紫ピクミンと岩ピクミンを出すのってね、めっちゃんこ難しいんですよ。どういうことかっていうと、あのね、今紫ピクミンと岩ピクミンをこのハロウィンイベントで出すにはどうすればいいかというと、これウィークリーチャレンジやる必要あります。ウィークリーチャレンジをやるとね、紫ピクミンか岩ピクミンが出てくる可能性があるんですけど、ハロウィンイベントがね、第2弾今始まっております。第2弾が始まっている段階で岩ピクミンと紫ピクミンを手に入れる確率って結構難しいんです。なんでかっていうと、第1弾の時と違って全種類のピクミンが入っているからです。今ね、このウィークリーチャレンジをクリアすると全ての種類のピクミン、7種類のピクミン全部入ってるんですよ。だからね、今から紫と岩ピクミンをねちょっと揃えたいっていうのはね、めちゃくちゃ大変なんですよね。まあ出ればラッキーぐらいの気持ちでやるのがいいのかな。おかわりねしない方がいいと思います、僕個人の意見としました。おかわりをしたい人はね、本当にあのマニアックな人向けで、ちょっとねキノコのお題が何個あるかちょっとわからないんですけれども、仮にキノコのお題が20個ぐらいあったら、赤青黄色ピクミンは簡単にコンプできるかなと思います。まあほとんどの方が赤青黄色ピクミンがまあコンプできるとは思うんですけれども、
キノコのお題すべてクリアした段階で持っていないピクミンがいたら、その段階で初めておかわりをしていった方がいいかなと思います。キノコをね、この壊して高スコアをね出す恩恵ってあんまないんです、ぶっちゃけると。いや、ないわけじゃないけど、仮にね、この大きなキノコをこれ壊して星音を取ったら、金の苗がもらえてたら頑張る理由ができたけど、大きなキノコ壊しても金の苗がもらえないから、まあ、正直言ってね、この大きなキノコを壊して高スコアを出す必要性がある人ってレベル99か89の人なんでのみなんですよ。なんでかっていうと、その大きなキノコを壊そう系のお題でつまずいてる人にとってはこのイベントめっちゃ美味しいからなんですよ。ピクミンブルームのそのね、今のそのハロウィンのイベントなんですけれども、実はね、これハロウィンのイベント自体は10月の31日で終了となります。ただね、ここからがすごくてですね、10月のね31日に終わるんだけれども、11月の1日から11月の6日までにおかわりをすると金の苗出てきます。素晴らしい。あのね、これね、なんでかっていうと、ハロウィンのねイベントが終わった後でもピクミンブルームのそのお化けかぼちゃピクミンをね狙うことができるというわけなんですよ。イベント終了した、うわコンプできなかった、残念だったじゃないんですよ。イベント終わっちゃった、でもおかわりチケットで頑張れば出るかもしれないなんですよ。そう、どんなに時間が経っても壊せれば金の苗もらえるんですよ。そうそうそう、そういった意味では、その仮にお化けかぼちゃピクミン持ってない人にとっても優しいイベントだと思いますよね。うん、そうそう、ライトユーザーにも嬉しいです、これ。わかります、わかります。あ、終わった終わった。でこれでキノコ叩き終わったということで、でこれで待って、もう一個金の苗もらえるんじゃない、ちょっと。でこれで、まあ、10分を切ったから保証ですね。うん、てか思ったんですけど、これ出てくるエキスの色がランダムじゃない、これ。ランダムだよね。だってほら、僕、そっか、ハロウィンって色じゃないんだ。ほら、赤いキノコ叩くとメロンが出てくるって、スイカ、間違えた。赤いキノコ叩くとスイカが出てくるってのはもう皆さんね、想像しやすいかなと思うんですけれども、ハロウィンのキノコって何色のエキスが出てくるか分かんなくないですか、これ。うわー、皆さん、これエキス管理めっちゃんこ大変ですよ。絶対に溢れさせる。もう自信がある。キノコから出てくるエキスはバラ、パンジー、コスモス、カーネーション、ヒガンバナ、この5色となっておりますよ。だからね、エキスを溢れさせたくない方はなるべくこれらのエキスをね減らしてください。あと、これ書いてないけど、通常の普通のエキスももちろん出てくるんで、普通のエキスもね減らしてください。そしたら行きます。よいしょ。おい、待ってよ待って、おかしいって。いや、なんか不穏な匂いがするな、これ。なんか不穏なね、不穏な気配がするわ、これ。3種類しかいないと思ってるでしょ、皆さん。こういうことですよ。まあね、今回のそのハロウィンのイベントなんですけれども、お花じゃない、キノコを壊すお題なんですけれども、毎日必ず3回やってください。毎日3回やり続けることで、まあおそらく、みんなとね同じスピードで同じテンポでクリアできると思うんでね、まあこれだけはね忘れずにやってください。でスコアに関してはあんま気にしなくていいです。とりあえずキノコをクリアしてください。キノコを壊すことが大事で、で余裕がある方はスコアを気にしてください。そしたらちょっとね、今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。それではおやすみなさい。